皆さん、こんにちは。健康の時間です。今日は外雨で、だから室内で皆さんと健康の話。今、全世界コロナ、日本も含めて非常に10倍のスピードは蔓延しています。いろいろ政府はいろいろの緊急宣言とかいろいろの医療の機関、専門医たちもいろいろ提案にしました。私たちいつもの気をつける注意のことの以外に、私たちやっぱり自分自身の免疫力は高まるは非常に重要なこと。私たち実際は普段の歩くても立つても座るても寝てもみんな実際免疫力高まるの方法はあります。やりたければ実際方法はいくらでもあるでしょう。今日は皆さん話すのは、座るでも立つでも寝ても私たち一番呼吸のベスト、基本基礎の呼吸でも免疫力を高まるでしょう。例えばまず呼吸の時に、一般的には私たち胸意識です。もし私たち意識でお腹呼吸より膨らんでと減って、そうするとこれは実際腹式呼吸でも、腹式呼吸ベストは2つで、準腹式呼吸と逆腹式呼吸。順は順調、普通のような。吸う時に普段は肺に吐いて、肺は膨らんで、吐く時に空気を外に出して肺は吐いて、腹式の意味、まるで肺はお腹のところにあるみたい。吸う時にお腹は膨らんで、簡単に言うと吐く時にお腹は吐き込んで。でも、もしもっと詳しいの要領を言うと、吸う時に鼻で吸ってゆっくりで、その時に自分の横隔膜下に沈む、下に下ろす。そうすると自然にお腹は膨らんで、吐く時に横隔膜上に上がって、自然にお腹はへこんで、この呼吸はできるだけゆっくり、静か、長く、深くにしていく。実際はこの準腹式呼吸は主に体虚弱の人、あるいは体弱い、気は足りない人にこの呼吸法でいいと思います。なぜなら準腹式呼吸は主に歩と舌の中の歩、あるいは気を高まる、気を体に入れる、そういうようなの方法です。だからこういう体質の人は準腹式呼吸してください。準腹式呼吸と反対は逆腹式呼吸。逆腹式呼吸は反対に、吸う時にお腹はへこんで、吐くときに逆にお腹は膨らんで、もっと具体的に、吸うときに横隔膜を上に上がって、吐くときに横隔膜下に沈んでお腹は膨らんで、普段の気は入れると膨らん、気は抜いてときに吐くときにへこんでと反対ですから、だから逆腹式呼吸。逆腹式呼吸は主に体質は実の方。実の方はだから逆腹式呼吸になると主に舌ということ。舌は意味は余計の邪気と濁りの気は外に出す、流す、そういうの意味です。だから逆腹式呼吸は舌で
体の実の体質を改善する。実際は武道のところも逆腹式呼吸も多いです。一回パンチでハッ出すときに、実際はだいたい逆を止めるの呼吸法で、そうすると自分のパワーは最大的に、丹田の力も最大的に出すできるということです。ぜひ皆さんは試しにやってください。